ストエクステマリンク、ジャンヌとジルのマルチプレイ紹介動画遊び方編。皆さん、任天堂スイッチ版フェイトエクステラリンクではなんとマルチプレイにローカル通信が追加され、みんなで集まって気軽に遊べるようになりました。それは最高にクールではないですか。ですが、遊び方を知らないとは不祥ジルドレイ一生の不覚。これではかつてのようにジャンヌと共に戦えない。落ち着きなさいジル。それでは私が遊び方をお教えしましょう。ただしちゃんとおとなしく聞いていないと目つきですからね。おお、ジャンヌなんと慈悲深い。ぜひ私めにご教示をいただけますでしょうか。まずは対戦方法。先ほども説明したローカル通信対戦と全国のプレイヤーと対戦できるインターネット通信対戦の2種類があります。見知らぬマスターと戦うことも、友人と集まって気軽に戦いの宴を開くこともできるのですね。そうなんです。いつでもどこでも好きなスタイルで通信対戦を楽しめますよ。次は対戦ルールです。4対4のチームに分かれ、指定されたエリアを奪い合う領域争奪戦が楽しめます。指定されたエリアを占拠することで上昇していくゲージを最大まで貯めれば勝利です。群がるヒップどもを駆逐し、エリアを占拠防衛すれば良いわけですか。その通り。ただしエリアは時間とともに移動するので、占拠中でも油断は大敵です。おや、ジャンヌ、クラスタワーというものが出現しましたぞ。クラスタワーは起動すると様々な効果を与えてくれるオブジェクトです。アイコンがグレーのものはチーム全員の攻撃力か防御力が上昇、緑のものは防具ゲージが上昇する効果があります。タワーを制する者が戦場を制することになりそうですね。ところでタワーにはそれぞれクラス名がついておりますが。いい着眼点です。タワーと同じクラスのサーバントだけが攻撃を与え、タワーを起動できるのです。サーバントの技であるアクティブスキルは最大4つまでセットできます。サーバントによって得意とする技は異なっていて、私であれば強力なカウンター。私ですと敵の足止めなどの妨害でしょうか。他にも遠距離攻撃が得意だったり、回復が行えたりするサーバントなどもいます。攻撃を中心としたセットで敵の殲滅を重視するか、回復や状態異常を中心としたセットで守りを重視するかはチームの戦略次第ということですね。私からのレクチャーはここまでです。遊び方は分かりましたか。感謝いたします、聖書女よ。ところで時間があれば一緒に練習。おっと、言い忘れていましたが、NPC を入れれば一人でも遊べますよ。ジル、修練を重ねマルチプレイを楽しんでくださいね。おお、やはり神などいないのか。いつでもどこでも通信対戦、任天堂スイッチフェイトエクステラリンク予約受付中。